変人さん。お邪魔します。家賃回収に参りました。ああ、忘れちゃったじゃないですか。ああでもなかったし、こうでもなかったな。これから佳境って時にブツブツ、どうしよう、考え込んでしまった。男は何をしていた。執筆をしていたようだ。執筆されてたんですね。すごいですね、先生だなんて。まだ小説家志望なだけです。でもかなりの手応え感じてるので、この作品で対戦したいですね。すいません、そんな大事な時にお邪魔しちゃって。何を書こうとして忘れたんですか。それが、主人公が3人のターゲットを順番にやっつけるんですけど、3人目の最後のセリフなんだったかな。3人目はどんな最後だった。3人目の男、布で口を塞いだ。3人目は布で口を塞いだ。そのため3人目の最後のセリフはない。3人目は布で口を塞がれたんですから、最後喋れなかったんじゃないですか。そうだった、3人目の被害者は何も言えずにやられた設定でした。エータ、つまりあなたが書いているものって犯人が主人公のサスペンスですね。実際に起こった事件をベースにフェイクを織り交ぜながら書いてます。本格的ですね。無事に展開を思い出せてよかったです。ええ、ありがとうございます。ただ肝心のラストがまだ決まってなくて。そうなんですか。管理人さんの洞察力には感心しました。もう少し執筆の相談に乗ってくれませんか。ああでも私はまだこの後家賃回収が。ちょっとお茶入れてきますから。あ、行っちゃった。ガチャ、玄関が開く音がした。お邪魔します。あれ、あなたは。彼の恋人です。あいつにサプライズでプレゼントしたいから、どこかに隠れたいんだけど、人が隠れられそうな場所はどこ。押し入れなら女性一人十分に隠れられそうだ。そこの押し入れはどうですか。ちょうどいいね。話や、あいつには内緒で、もちろんサプライズですもんね。お待たせしました。いえいえ、なんか物音しませんでした。いえ、何もなかったですよ。それからせっかくお茶を入れてもらって悪いんですが、私も忙しいのでこの辺りでおいとましますね。そたですか。すみません、お引き止めして。家賃を受け取った。完成したら読んでみたいですね。その時は書店に並んでいると思いますから、ぜひお買い求めください。楽しみですね。それではお邪魔しました。住人にはまだ秘密があるみたい。ふわー、また寝ちゃったよ。あんまり筆が進まないけど頑張るって決めたんだよ。だって殺人犯の自伝だぜ。大ヒット間違いないよな。しかし10年前に殺したやつなんていちいち覚えてないよ。どこまで書いたっけ。うん、なんだこの内容、俺こんな殺し方したっけ。てか途中から俺の筆跡じゃない。何殺人鬼はゆっくり後ろを振り返ると刃物を握りしめた女と目が合う。誰だお前、何人の部屋に勝手に入って。ねえ、私の彼は最後に何を言いたかったかな。は、
はあ、あなたにもわからないよね。口塞いで窒息させたんだから。ホラ続きを読んであげるよ。殺人鬼は被害者の恋人を名乗る女に刃物を突き刺され、この話はおしまい。集中する男は自伝を書いていた。原稿内容は自分の半生を綴ったもの。自伝を出して印税生活を夢見ていたらしい。復讐に現れた女性はターゲット3人目の彼女。出所した彼に復讐する機会をずっと狙っていた。本が世に出ることはなかった。じゃあまたね。